こんにちは。歴ショックです。今回は、徳川家光の乳母で、春日の局の名が有名な、お福の生涯について紹介します。お福は、謀反人、明智光秀の重臣の斎藤利光の娘として生まれ、夫と離縁した後に家光の乳母となりましたが、乳母になった経緯には疑問が多く、家光が正室、郷の実の子ではないという疑惑と合わせて、家光の実の母親ではないかと推定されています。お福が家光の母親とする説は江戸時代からありますが、お福自身は生涯にわたって乳母として家光に仕え続け、血筋で劣る家光が後継ぎとなれるよう徳川家康でさえも動かすなど、なりふり構わず尽くし続けました。家光の御台所、高子が精神疾患になってしまったこともあり、お福は家康側室のお徒の方と協力して、江戸城の奥だけでなく、家光と幕閣、諸大名の間を取り持つなど政治の表舞台にも関わり、諸大名もお福を重視したことで絶大な権力を誇るようになります。今回は、家光をめぐる親子関係の実態。実の親子でさえも成し得ないほど献身的に家光に仕え、江戸時代にわたって影響力を及ぼし続けた春日の局としてのお福の生涯について紹介します。夫との離縁の時期が家光の生母を探す鍵に、お福の出自。春日の局の名で知られるお福は、1579年、明智光秀の重臣、斎藤利光と、美濃三人衆の一人で織田信長の家臣となっていた稲葉一徹の娘、安の間の子として、明智領の丹波で生まれたとされます。父の利光は、元は舅の稲葉一徹に仕えるも明智家臣に転じ重臣となり、丹波黒井城を任されていました。利光の兄、石貝頼時が四国の長所壁元親の妻の義兄弟で、娘が元親の嫡男、信親の正室になるなどつながりがあったことから、利光は光秀が織田家中で担当していた四国政策の要となっています。ところが、信長と長所壁氏の関係が決裂するに伴い光秀は家中での立場を失い、本能寺の変に至ったとされ、利光も明智軍の先鋒として信長を討ち、その後の山崎の戦いでも奮戦しましたが敗れ、捕らえられ処刑されます。お福の兄弟は離散し各々落ち延びていった一方、お福は母の実家、稲葉氏に保護され、後には稲葉氏だけでなく長所壁氏からの援助も受け、母と子で密かに京都で暮らしていたとされます。やがてお福は、一徹の所長子、稲葉重道の養女とされ、重道の婿養子で妻を亡くしていた稲葉正成と結婚することとなりました。養父の重道は、一徹の嫡男で後に豊後臼杵藩主となる貞通とは別に一徹によって秀吉への人質に出され、12,000石を与えられ秀吉の側近として活動しており、秀吉とは近い位置にいる人物でした。夫の正成は、元は美濃で稲葉氏と対立関係にあった林氏の出身で、和睦の証に重道の娘婿となっており、妻の死後、新たにお福を後妻として迎えています。結婚時期は明らかではないものの、お福が18歳の時の1597年には正成との間に正勝を設けており、正成もこの頃までには、秀吉の養子で小早川家当主となっていた小早川秀明に仕えています。正成は、関ヶ原の戦いでは東軍に早くから接触し、秀明を東軍に寝返らせる活躍を見せますが、その後秀明と対立し、1601年に小早川家を出奔し、浪人となってしまいました。この後、お福は正成と離婚し、1604年、25歳の時に秀忠の嫡男、徳川家光の乳母となりますが、その経緯については諸説あります。通説となっているのは、公家の血筋も入る稲葉家出身の家柄、教養、関ヶ原の戦いでの夫、正成の戦功が評価され、不遇な環境にあった正成に報いるべく、家康がお福を乳母に採用し、表向きは離縁となったものの正成も徳川家臣として召し抱えられたというものです。他にも有名な話として、かつて父の利光の首がさらされた京の粟田口に建てられた乳母募集の考察に応募したというものがありますが、いくら何でも家光の扱いが軽すぎるため、信憑性は薄いと言えます。一方で、お福が正成に恨みがあり、まだ幼い実子、正勝を抱いて家を逃げ出し駆け込みで離縁を成立させたという話も残っており、ここでは実家に戻ったとも、一族のいる豊後臼杵に逃れたともされます。
仮に正成の元から逃げたのが正しい場合、正成の関ヶ原での戦功が要因となって乳母になるのはありえず、家光の生母がお福だったとする説がにわかに信憑性を増してきます。そもそも、三代将軍となる家光は、早くとも妊娠8ヶ月での出産にもかかわらず閉山と記録される、幼少期の家光の記録がほぼ存在しないなど豪の子ではないとする疑いがあり、それゆえに2歳年下の弟、忠長が秀忠、豪夫妻の寵愛を受けるようになったとされます。この前提の上に、正成の計12人のこのうちどれだけがお福の子であったかが問題となりますが、お福の子は通説では4人とされ、このうち1604年生まれの正敏を産んだ時の父で家光の乳母を務めました。正敏がお福の子であるためには正成とお福は乳母を務める直前まで夫婦である必要があり、通説通りであれば問題ありませんが、お福と正成が喧嘩別れだった場合、お福は1597年生まれの正勝を抱いて走れるくらいの年代である可能性が高く、関ヶ原の戦い前後には離縁していたと言えます。正敏についても、後に徳川忠長付き家臣となり、忠長切腹後に細川家預かりとなった際、不行跡が絶えずお福が4年にわたって注意し、最終的に自害を命じてようやく反省したという出来事があり、ここで正敏とお福の親子関係に疑問が残る点が2つ出てきています。1点目が、お福は別の有志で僧となっていた新龍が放蕩三昧だったのに対し、仮の息子なので厳しく罰せられないと自ら手を下さなかった事例と、正敏に4年間厳しい処分を下さなかった事例が似ていること。2点目が、切腹処分を下した後、正敏がお福を、母ではなく春日様と他人行儀な呼び名に改めていることです。一点目だけでは判断できないものの、二点目はお福と正敏の関係が仮のものであったからこそ、仮の親子関係を捨てて死を命じたお福に対し正敏が母と呼べなくなった可能性が高く、お福、稲葉正成の離縁が仲違いによるものであれば家光誕生よりだいぶ前のこととなるため、正敏はお福の子ではないと言えます。正敏がお福の実子ではないならば、家光に授乳したお福は別の子を同時期に産んでおらねばならず、青年不明の創生した子がいるため確定はできないものの、徳川将軍家蔵書の一つ、松の栄、薄木稲葉家の五家系典には、江戸時代後期の編纂ではあるものの家光の母を春日の局とするものもあり、家光の母をお福とする説は妄想の産物と一蹴できません。お福が家光の母である場合、お福は豪の次女であった可能性が高く、お福の実家の稲葉家や豊臣家、そして徳川家のつながりからお福の実態が見えてきます。一介の乳母から、幕府政治、朝廷との関係さえ左右する存在に。家光誕生後のお福。お福と徳川家のつながりは、乳母募集や家康による召し出しの話以外には、1599年まで伏見にいた豪の筆頭老女、民部卿の局がお福を乳母に推薦したという説があり、これは稲葉家が編纂した春日の局府略や管政府などでも採用されています。さらに、お福の妹の神戸も、豊臣家臣の夫、三上末直の死後、秀吉の養女である豪に仕え、後に豊臣秀頼に嫁ぐ千姫に随行して大阪城に入っており、お福も妹同様、豊臣家を媒介に、夫と離縁後、関ヶ原の戦い前までは上方にいた豪に仕え、豪に従って江戸に行き、一見何のつながりもない民部卿の局の推薦を得たと考えられます。お福が家光の母ならば、1603年5月頃から千姫の腰入れに随行するため上方にいた豪の不在中に、江戸城で秀忠のお手つきとなり家光を産んだことになりますが、豪が嫉妬深く側室、妾を許さなかったとするのは後世のイメージに過ぎず、秀忠は名の伝わらない妾との間に所長氏の長丸を設けており、豪以外の子と子を作れる状況にはありました。秀忠の四男で妾の子の保科正行が豪の怒りにより実子として認知されなかった話も有名ですが、正行聖母の上皇院は、秀忠の乳母、大乳母の局に仕える次女だったため豪の支配下になかったことから豪が認めなかっただけで、お福、もしくは他の母候補が豪の次女であるならば問題はありませんでした。当時の豪は31歳で自身が男子を産める可能性は低く、唯一の男子となり得る家光を自分の子としたと見られ、実母かは確定しないものの、父の出るお福が貴重な秀忠の男子を乳母として養育することとなります。
この頃の乳母は必ずしも授乳を担当するわけではなく、養育全般を担当する女中のことを表していましたが、経験豊富な名門の女性ならともかく、当時25歳で大した実績もないお福が授乳を行わず養育を担当するのは現実味がありません。1606年には号の実施、忠長が生まれたため、諸子の家光を嫡男扱いする必要はなくなりますが、長丸が創生し家光も病がちだったように、忠長もいつどうなるかわからず、幕臣は忠長こそ嫡子と行動していたものの、家光の嫡男としての地位は変わりませんでした。この状況下、お福は家光を跡継ぎにするために駿府城の家康に直訴したという話が有名ですが、実際は駿府城に行ったものの対面したのは家康の側室、お徒の方で、家康が孫二人との対面時に忠長を庶子扱いしたというのも後世の創作の可能性が高いとされます。ただし、お徒の方を通じてお福の願いは家康に届いたようで、家康は自らの手元に家光を引き取り元服させようと動き始め、お福、お徒の方は家光擁立派として協力関係となり、後に二人は江戸城の奥を取り仕切る存在となります。この頃のお福の江戸城内での地位は、毛利家の贈答品の資料によれば、秀忠の乳母に次ぐ表の局として扱われ、お福を乳母に推薦したとされる民部卿の局よりも上の地位にいることからも、一介の乳母ではなく家光の母とする説の信憑性が増しています。家康の意向もあってか、元服こそ家光、忠長は同時とされるも、家光が跡継ぎとなることは秀忠、郷を含め徳川家ではすでに決定事項となっていたことが見て取れ、1617年には家光は江戸城西の丸に入り後継者の地位を確立し、1623年には将軍に就任しました。お福は家光に全身全霊を尽くし、1629年に家光が放送にかかった際は、生涯にわたって服薬をしない誓いを立て家光の回復を祈願し、実際に亡くなるその時までこの時の誓いを守るなど、一介の乳母を超えた愛を見せています。1627年には江戸城奥のトップである郷が亡くなり、家光正室、高塚貞子とその女中が後を継いで取り仕切るはずでしたが、貞子は1628年頃から精神疾患を抱えてしまい、やがて奥を出て本丸の家光とも別居状態となってしまいました。江戸城の奥は、家康側室のあちゃの局、お徒の方が郷付きの女中たちと仕切るようになり、お福も奥を仕切る一人となっていきます。そんなお福が奥のトップ、春日の局になるきっかけになったのが、1629年、50歳の時に、幕府が天皇の取り決めを法度違反として取り締まった死刑事件、後水郷天皇の攘夷問題で、朝廷、幕府関係に緊張が走っていた時に参拝したことです。後水郷天皇は、秀忠の娘、政子との間の王子、助人親王が亡くなって以降、内親王に攘夷しようとして秀忠に止められており、そんな中でのお福の参内は、攘夷を促すためとも思いとどまらせるものともされ、目的ははっきりとは分かっていません。ただし、参内にあたって春日の局号と持参位の官位を与えられ、お福との面会直後に天皇は攘夷を決断し、秀忠の孫娘、名将天皇が即位。お福は皇室にある政子と幕府をつなぐ役割を担い、結果的に朝幕関係の融和を果たしました。これにより、お福は幕府内で政子受胎時に11位となったあちゃの局に次ぐ女性ナンバー2の地位となり、1637年にあちゃの局が亡くなった後は、御台所もいないことから奥のトップとなります。一方、家光の弟、忠長は、1626年に郷が亡くなった時には、共に上洛していた秀忠、家光に先んじて一人江戸に急行し葬儀を主催するなど、家光とは異なり実子として母の供養を第一としていましたが、自分が諸子の家光の下にいる状況に耐えられなくなったのか乱行が増え、秀忠に蟄居を命じられ、1632年の秀忠死後、切腹を命じられています。秀忠、忠長の死により家光は本格的に将軍として独り立ちし、お福は家光の政治を表からも奥からも支えることとなるのです。家光と諸大名、幕閣をつなぎ、幕府政治の中核に。お福の後半生。家光は、1632年に生まれた生母不明の男子が創生するなど跡継ぎに恵まれず、1637年から3年間は病気のため表に出られないなど、徳川家は危機的状況にありました。
お服は自分の宴席のお振りを奥に入れるなど後継者問題にも積極的に取り組み、お振りは長女の千代姫を産み、お服は自ら尾張徳川家の屋敷を訪ね縁組を相談し、千代姫は3歳で徳川光友に嫁ぐなど幕府権力の強化にも勤しんでいます。1641年にはお楽の方との間に待望の嫡男家綱が生まれ、お服は織田信長の子勝長のひ孫で、郷の姉初がかつて庇護していた川崎を乳母に推すなど家綱の養育にも関わりました。この頃のお服は大奥総取締りなどと呼ばれるように奥で絶対的な権力を誇っていたわけではなく、目上のお徒の方と両輪となって御台所の仕事など奥の重要事項を分担して担当し、家綱の時代に大奥となる奥の整備を行うとともに政治の表舞台に関わる仕事も行っています。このお服を支えたのが実子の稲葉正勝で、家光の引き立てにより小田原8万5千石を領し、土井利勝ら老中に次ぐ地位にありましたが、過労からか1634年に37歳で亡くなってしまい、その後はお服の義理の娘の婿、堀田政盛がその立場を継ぎ、政盛は後に大老国にまで出世することとなります。お服は基本的には奥にいましたが、家光はじめ幕臣や諸大名など男性と会談する機会も多く、江戸城近辺に計5カ所の広大な屋敷を構え交流の場としていました。家光は1634年に大名の御用、訴訟は老中を窓口に一本化する規定を定めたものの、諸大名は家光の内諾をお服を通じて求めるようになり、堀田政盛がこのルートの窓口を務め、諸大名はお服とのつながりを重視したことで、お服の権勢はますます上がっていきます。お服は幕府内部でも、家光に最も近い人間として、老中、幕臣と家光の間を取り持つなど、お徒の方と共に女性ながら幕府政治の要となっていました。お服は、1632年、1640年の2度にわたって上洛し、代理造営、高位交代など朝廷の重要事項にも幕府を代表して関わっており、官位もかつての北条政子に並ぶ従二位まで上り、公家からも交友を求められるなど、幕府だけでなく朝廷でも実力者として認められていきます。しかし、1641年に盟友ともいえるお徒の方が64歳で亡くなった頃には、62歳のお服も体調を崩し気味だったようで、1642年には引退することを申し出て、家光はじめ諸大名、幕閣に大きな衝撃を与えました。家光は引き止め、たまには途上して顔を見せてほしいと頼み、孫の稲葉正則が治める小田原近くで3000石の隠居料を与えています。ただし、病気がちだったにもかかわらず、家光に加え家綱のためにもかつての薬立ちを継続しており、翌年の1643年に64歳で生涯を閉じました。お服に連なる稲葉氏と堀田氏は、お服の死の間際に家光の命令で縁組を行っており、両家はお服の意向を継ぎ大老と同格の大政参与となったのをはじめ、江戸時代を通じて老中を出し、幕府政治の中心を担い続けています。お服は家光のためならばなりふり構わず動き、徳川忠長はじめお服のせいで不幸になったと言える人物も多く、家光正室の高塚貞隆子をはじめとした多くの人物を性格悪く非難する言葉も残っており、必ずしも完璧な女性とは言えません。それでもお服は、最後まで家光を息子と思わず主君として仕え続け、お服の犠牲の上に、家光は徳川歴代将軍の中で唯一将軍正室の異なり、生まれながらの将軍としての圧倒的な権威を武器に江戸幕府の基盤を固め上げる偉業を成し遂げており、お服の自己犠牲の精神が徳川家を安泰に導いたと言えるでしょう。最後まで動画をご覧いただき、ありがとうございました。参考文献は概要欄に記載しております。この動画をいいなと思っていただけたら、高評価、チャンネル登録をお願いします。こちらのアイコンをタップしていただけると、チャンネル登録できます。Twitter、ウェブサイトでも、たくさんの日本史情報を発信していますので、よかったらチェックしてみてくださいね。